はい、じゃあ前回の続きからやっていきます。今回やりたいことは仲間を増やしたい。またね、2人、子供含め2人死んでしまいましたので、迷える猿がまだいないかどうか、こっち側はまだ来てないから、こっち側で迷える猿がいないかどうかをちょっと探して仲間にしたいのと、戦闘の練習がしたい。だから戦闘を見せると普通に死ぬのでリスクが高いのよね。だからそのリスクをちょっとでも減らすために、なんやろ、あ、子供連れていこう。リスクをちょっとでも減らすために仲間を増やしたいって感じだね。少なくとも子供4人はちょっと持っときたいので。もっと持てんのかな、4人以上持てんのかな。最大4人やったけど、まあ4人おったら何、2人で出産で2人、2人で出産で2人で4人作れるから、またね、子供1人だけ連れていこう。なんかね、子供を連れていくとそのニューロンエネルギーっていうの、なんかそのレベル上がる時のポイントがなんかもらえるみたいで、子供は連れていこう。ちょっと迷える猿を探したい。おるかな、この近く。まずおる。もうちょっといろいろアンロックはしていこうな。ちょっと登ってみんとわからんな、これ。上の方になんかいそうな気すんねんけどな。おらんかな、そんなにおらんのかな。でもそれおらんかったらな、死んだ時増やしようがないからおるはずやねんけど。あー、鳥のせいやな、あれ。あ、ちょっと待って、まずあかんわ、棒ぐらい持っていかなあかんわ。よし、最高。待て、なんかおるぞ。やってやるよ。どこや、どこや、戦闘したる。蛇ぐらいやったるわ。どこや、匂いで行くか。見えない、どこや。あ、来た。あー、後ろやったー。くそ、あいつ、あのボケ。ちょっと待て、もう一発やったる。来たな。どっち、どっち、どっち、まずどっちにおんのよ。どっちにおるか分からへん。どこにおるか分からんねんて。ちょっと待てや、ちょっと棒取らな。敵がどこにおるか分からん、辛いわ、ほんまに。調べようがないもんな。くそ、逃げられた、あの野郎。せやな。いや、でもなんとなくはな、分かってんな。あの、ほら、ちょっと気づいたことがあってさ、あれ攻撃できひんって思ってたんは、多分やけど、あの、ほら、チュートリアルが出なくなったから、攻撃できないって思ってるだけで、多分あれ、チュートリアル出てないだけで、今まで通り敵に方向を合わせて、罰長押しでタイミング合わせれば、できるはずやねん。だからね、そこをちょっと見誤った。間違えた。間違えたんだ。だから次こそはね、負けない。なんか使い方が分かっても、物を保管する場所とかがどこか分かれへんから、なんていうの？その常に2つしか両手に持てなくて、加工するにもこう、なんていうの？なんか落としたりとかさ、例えば水飲むときやったら、両手空いてないと水飲めへんとかな、そういうのがあるから、結構アイテムの扱いに困る。迷える猿を探しに行こう。あんまり上行くと鳥がおるからな。鳥の巣があるな。鳥の巣はあんまり近づきたくないな。おらんな。迷える猿はどこだ？おるんやった上やもんな。見つけたぞ、イノシシ。やってやるよ。戦いの練習や。かかっとこい。目の前やな、今。戦闘の練習戦とね、多分戦闘のスキルも上がらんから、やってやるよ。かかっとこい。よし、よし、オッケー。逃げてったな、あいつ。待てよ。あ、待って、間違えた。あ、やられた。くそ。まあいいわ、記憶してるから。さあ、武器がさ、せ、槍一回使ったらなくなるのか。もう一本や、もう一本。っていうか、骨が。あった、ちょうどいい、ちょうどいい。やってやるよ。やってやる、もう一回やってやる。記憶したまんま。あ、どっか行っちゃった。くそ。単体でイノシシ仕留めるのは難しいのかな。よし。骨折れた時は何やったっけ？トクサか。トクサやな。棒でもいけるかな？棒でも試してみていいかな？おったな、あいつ。やってやるよ、お前。とどめや。この棒でやってやる。よし！いけ！まだ無理？まだ無理？うわ、マジか。2発でも無理か。でもあいつだいぶ弱ってんな。来たぞ、これ。イノシシ。満身創痍やけど、あいつやっつけるぞ。枝はないかな、枝は。もう一本取って。待って、なんか、あ、待って、まずい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、なんかおる、ちょっと待ってくれ、あ、おるわ、待って、あー、もうくそ、よし、あ、枝のままでもいけんねや、そうか、枝のままでもいけんねや、よ、やったらもう一回、もう一回やってやる、いや、まずあの、記憶したあいつや、倒しかけてるやつ、あいつを倒したい、かかってこい、とどめー、倒した？あ、また逃げた。え、全然倒せへんやん。枝がいる、枝がいる。
いや、枝両手に持たなあかんな、こうなってくると。あー、それかあれか、仲間連れてこなあかんのかな、やっぱり。でもなんかリスク高いしな、また死ななあかんしな。まあ棒でもいけるわけや。で、槍の方が殺傷能力が高いわけやな。で、槍がいっぱいいんねんな、多分な。オッケー、じゃあ次はちゃんと作戦立てていこう。まずはとにかく槍の量産やな。よし、まず槍の量産。ほんで、なんかおる。待って、ほんまにちょっともうヘビやめてくれ、マジで。どこ？匂いか、あれか。おった、つけたぞあいつ。やっつけてやるよ、やっつけてやるよ、おめえなんて。かかってこいよ。よしよし、ボケー、このボケー。やっぱ戦闘を覚えなあかんわ。で、このヘビをこれ倒した後がさ、でもなんかさ出るもんね、これね。ほら、蛇の死骸みたいな、これ。肉のマークあるから、多分肉取れると思うねんな。なんでやろ、なんでできんやろ、これ。わかんねえ。石か？石や。石でした。石でした、石でした。あらす。速攻見つけた。石でいいんや。ってことは、斧とかもあんのかな？これ、タイミングゲーム、しかし、これも。あれ？ただいたぶってるだけにしか見えへんねんけど、殴ってるだけやん。どういうことなんやろ、わかんねえ。なんか殴る方法わかった、死体を殴る方法はわかりました。どうすんのこれ、殴ってるだけやねんけどな。あー、長時間や。取れた、取れたんか、これで取れたの。こうやって肉にする作業が必要ってことね。オッケーオッケー、調べよう。これヘビの肉やろ。よっしゃい。卵生動物の肉食べる。生でいけんのこんなの、大丈夫。ああ、そうやんな、そうなるよね、生肉やもんな。あー、全部食った。まあいいわ、槍作ろう、もう一本作ろう、もう一本作って槍二本でいこう。俺はな、槍二本体制でいきましょう。よし、これで持ち帰って、これ落として、これを取る。あー違う、これを落として、これを取る。オッケー、槍日本体制で、槍日本体制になったのに喉渇いたから水飲むな。オッケー、日本体制や、二刀流や。よっしゃ、やったるぞ、やったるけど、その前に水飲むわ。ここに置きます。よいしょ、これ忘れないようにね。行くか。あ、寝てないわ、寝てない、寝てない。いつ行くねん。あかんかん、まず寝なあかんな、まず寝なあかん。まず寝て、横たわって進化やね。攻撃がね上がったから攻撃増えたんちゃう、どれや。あ、こっち感覚やな、攻撃戦闘かな、こっち、これか。発言、戦闘を準備する速度が増加。はい、おい、カウンター攻撃を準備。あー、だからとにかく戦闘はやりやすくなるわけやな。オッケー、増えた。あ、まだいける、いっぱい増えたな、戦闘めっちゃ増えたのね、これ。特定の種類の敵と何度か戦うと、その種類に対して攻撃の準備をさらに特化させる。あー、なるほど、なるほどね。はい、これは士族メンバーは有効な武器を手に持っていれば攻撃から身を守れるようになる。あー、なるほどね。あい、届かなかった。届かなかったね。オッケー、いいよ。だから仲間に武器持たしとけば自衛することができるわけやな。いいじゃん。とりあえず今全員に持たしてるから。よし。最後が。準備オッケー。準備万端。ほんまか？目指すは新しい定住地。よいしょ。目標は今これやからね。ジャングルの父の木を識別する。これが目的やからね。よし。行くぞ。で、これね、多分ね、匂いとか使ってね、見極めていかなあかんわ。まずこれやわ。はい。敵がおったら危ない。な。匂いとか聞くとかそういうので、なんていうかな、周りの環境をちゃんと見ながら行かないと、この知性のこれだけじゃね、正直敵を発見できない。あー、死体か。あれ死体か。いや、一応見とこう。なんか、手に入るでしょ。曲。
他におらへんな。大丈夫やな。大丈夫だな。こっち側とかも大丈夫やな。あいつがおるからな。あのサーベルタイガー絶対殺しちゃうねん、ほんまに。槍は4本準備したからな。安全や。とりあえず大丈夫。これ子供じゃない、もしかして。あ、骨になってる。もう骨になっちゃってる。骨になってる。チェグ。あー、チェグっつったら、息子かな。息子かもしれんな、これ。識別してないやつはないか。大丈夫か、あっちはどうや。とりあえず大丈夫そうや。待て、あ、そうかそうか。未知の領域か。はい、この未知の領域を出してなければいけない。これが怖いんだよ。あ、あの白い光か。あれに行けばいいねんな。オッケーオッケー。待ってや。いやでもあかんねん。あんまりな、焦るとあかん。近くになんかおらんか。大丈夫か。これはやばいんちゃうか。いや違う。大丈夫や。他は？あっちは？あの光んとこ行ってなんかボタン押したんやろ。何やったっけ？何やったっけ？ヘルプ！ヘルプ。どこやったっけ？どこやったっけ？あれ？どれや？恐怖？これかな？丸か。光線があなたに道を示します。光線をたどって光に到着。はい。あれに到達したらいいんか。来たな！あー！くそ！このボケ！え、死んだの？くそ、このボケ！犬さん！あ、嘘やろ！嘘やろ！ちょっと待って！ちょっと待って、このボケ、お前！よし！え、待ってよ！わからんわからん！あ、武器落としてんのか！ちょっと待ってくれ！あー、落ちた！ちょっと待って、待って、武器落としてる。くそ、あいつが死んでしまう。待ってくれ。死ぬな。武器落としてるね、俺。よし、これ。待ってってー。待ってほんまに。マジで待って。あ、死んだよ、しかも。なんなんよ。武器どこ。もうこんなん無理やって。こんなスキド無理。あー、無理。ちょっと待って。武器拾った。よし、やるぞ、お前。このボケ。よし、あー、マジで。ちょっと待って、なんなんこの状況。わからん。ちょっと武器とりあえず拾わなあかんねんて。よいしょ。あー、拾え。避けられへん。あー、くそ。待ってくれ。ほんま待ってくれ。あー、また落ちた。もう何やねん、これ。ほんまに。ちょっと待ってくれ。じゃあ、武器をちょっと拾う時間ぐらいくれよ。はい。このボケ。よし。音鳴ってんねんけどな。いけるそうやはずねんけど。ちょっと待って、武器どこや。槍どこや。あー。せめて避けさせてよー。こいつが頼みやな。ちょっと待って、武器。うわー、拾えんかった。あー、きついって、これ。この状況どうすんのよ。槍拾いに行ったら近づかれるよ。せめて避けさせて。マジで何この茶番。これいつ終わんのよ。戦わしてくれ、ほんまに。おー、よし。間に合ってるはずやねんけどな。なんでや。槍を拾いに行かな。これ一生やんの、これ。もしかして。待って。これ一生やらなあかんの、俺。二人死ぬまでやんの、これ。待ってくれ。ほんまに待って。あ、待って。取れ。よし。よし。え？失敗した。このタイミングで。ちょっと待ってくれ。槍もう一本。あ、待って。槍もう一本ある。いや、違う。まず逃げろ。違う。まず逃げろ。体勢を立て直す。よいしょ。逃げるぞ。よし。助かった。まったくもう。え？ヒステリー？あなたはパニック状態ヒステリーに移行しました。ここにもあなたは無意識に定住地まで逃げ戻ることができました。危険と対峙するときはドーパミンレベルに注意しました。だってあの状況やったら無理やって。ひどいわ。今のはマジでひどい。何やったん今の。でも助かった。とにかく助かった。なんなんやろ。間に合わへんかったわ。どう頑張っても。なんだろう、あいつには今勝てへんってことかな。その、反射神経というか、それが、足りないのか、まだ。いやー、つらい。とりあえずご飯食べよう。とりあえずご飯食べてドーパミンレベルを上げて、出血を止めなか。傷はこれで OK と。来たな？やってやるよ。うわー！あ、石でも倒せる？石でも倒せた。石でもいけるのか。このボケが。調子乗んなよ、お前。このボケ、俺が強いんぞ、このボケ。いい加減にしろよな。それではまた次回。今回は疲れた。
戦闘の練習戦とね、多分戦闘のスキルも上がらんから、やってやるよ。かかってこい。よし、よし、オッケー。逃げてったな、あいつ。待てよ。あ、待って、間違えた。あ、やられた。